皆様お疲れ様でございます。今日は第73回となりました新型感染症の専門家会合を開催をさせていただきました。今日はリアルでやらせていただきましたが、実は経済委員の先生方にお配慮をいただいてから最初にみんな初めて皆さんでリアルで集まるということでございまして、またちなみに今日で経済関係の先生方については特に経済関係の議題がない場合にはお呼びをしないということで、これからも、続かない方がいいんですけれども、これからも断るたびに先生方にお願いします。経済関係の意義については今日でとりあえず高齢の定例メンバーからは外れるということをまずご報告させていただきます。で、今日は新型感染症専門家会合で私どもの方からは現在の感染の状況、それから県立学校、私立学校で複数の学校閉鎖が出ておりますので、その状況についてと先生方のご意見をいただいたところでございます。先生方からはさまざまなご意見をいただきましたけれども、全体としては微増傾向に注意するべきではあるけれども、逼迫とかですね、急増とか、こういう状況にはないと、こういった取りまとめとともに、とともに、他方でその予防についてはしっかりと行うという、特に、ワクチンの接種は大きなポイントであり、一人の先生からお話があったんですけれども、人工呼吸を回避できる率でいうと、ワクチンの有効率は 99% ぐらいに上っていると、やはりここはしっかりと県としてもアピールをするべきというお話がありました。また、全体の予防策ではありませんが、学校につきましては、先ほどお話をさせていただいたとおり、複数のところで出ており、こういったクラスターが出るときには学校閉鎖はするべきだけれども、他方でコロナを理由に、例えば体育祭や文化祭をやめるとか、そういった状況にはないであろうといったお話がございました。また医療のそのものというよりも、今後ですけれども、福祉、高齢者福祉施設等については、標準予防策がをしっかりと今後徹底をしていくと同時に、在宅福祉施設での金銭的支援、物資の支援、知識面での支援がこれからも必要になっていく、こういったご意見を全体としていただいたところでございます。会議そのものはこうなんですが、私どもからこの会議の結果も踏まえて、アピールというかですね、少しお願いをさせていただきたいと思っています。パネル、はい、お願いでございますが、先ほど申し上げた通り、県内の高等学校、複数の学校におきまして、大規模なクラスターの発生事案がありました。そこで、県民の皆様には改めて、次のことをお願いしたいと思います。まずは、新型コロナウイルス感染症、法律上は2類相当から5類になりました。しかしながら、ウイルスがなくなったわけでもなく、また突然法律上変更になったからといって、これが緩やかになったというわけではありません。そこで、まずは体調不安や発熱などの症状がある場合には、外出を控え、安静にしていただき、体調が悪化した際には、診療検査医療機関をぜひ受診をしていただきたいと思います。また、受診に困ったときには、あるいはこの場合にはどうするかといった場合には、埼玉県コロナ総合相談センターにお電話していただきたいと思います。次に、流行状況に気をつけながらではありますけれども、基本的な感染防止対策、具体的には換気、手洗いなどの感染防止対策はぜひ継続をしていただきたいと思います。最後のお願いになりますけれども、重症化予防策としては、ワクチンの接種が有効である。今日は何人もの先生からこのご意見をいただきました。高齢者や基礎疾患のある方につきましては、ぜひ追加のワクチン接種をご検討いただきたいと思います。また今日の会議の中でも、時期が空いてしまって、どうしてもワクチンの有効性が落ちてくるということは、これも経験上知られていますので、ぜひ、特に高齢者、基礎疾患のお持ちの方は、ぜひワクチンの接種を改めて検討をいただきたいと思います。私からは以上でございます。先生方もよろしくお願いいたします。じゃあ、岡部先生、お願いします。私も何かあれば、はい。先ほどは、マイク使って、
金融安全研究所の加藤です。よろしくお願いします。先ほど今回の、2類相当から5類に、なって以降のですね、県の状況のデータなんかを見せていただいたんですけど、まあ、すでに記事からご説明がありましたように、確かに微増はあるんですね。ただそれに対して、おそらくこれは最大の目的だと思うんですけれども、多くの方が、それほど不安にならずに安心して過ごしていただける、点じゃないかと思います。でこれはやっぱ最大の目的がその、一つはその二類というものを解消したということですけども、ただ一方では、これは一般の方というより私たちとかあるいは医療関係者とかの方の気持ちが大切なんですけど、それは決して油断ではない、気をつけるところは気をつけなくちゃいけないというところを、まあ、引き続きやっていかなくちゃいけないだろうというふうに思います。それから今更の説明にもなりますけど、感染症法って2類から5類というと、なんか1、2、3、4、5の、2を2段飛ばして5に、軽くなったというような印象がよくあるんですよ。よくその5類見ていただくと、もう致死率 100% の病気もあるの、50% ぐらいの病気もあるというか、決して軽いから5類というわけではないと思うんですね。まあ、厳しい制限をしてまで注意しなくちゃいけない病気ではなくなったというところなので、そこを注意しながら、私たちも皆さんの、今後の様子を見ていく必要があるだろうと思います。というのが、まあ、今日の感想の一つですね。ワクチンの重要性は今、知事からもおっしゃっていただきましたけれども、もう一つは私が意見で申し上げたのは、やっぱり高齢者施設、これはなかなか医療ではないので、医療と同じことは求められませんけれども、しかしやっぱり高齢者の方々は非常にこうリスクという意味では高いので、今後もそのコロナに限らずですね、感染症の対策を強化するというか、なんかものすごく強く聞こえますけれども、一定の感染症の対策というのを、まあ、常識化していただければなと。で、そのためには、先ほど申し上げましたのは、やっぱり、行政の支援であるとか、医療関係との連携、これが必要だろうと思いますので、まあ、引き続き県には、そのようなことをお願いしたいなというような発言をしました。以上、よろしいでしょうか。林先生。先生の石川翔太です。ただ、岡部先生からお話がありました通りで、5月8日からということで、皆さんかなり安心しているなという印象、安心といいますか、外バス区間から解放されたのかなという印象を皆さん持っているのではないかというふうなのを、我々、県民の方々、そして患者さんからも受け取れるという感じが今しております。しかしながら、これも岡部先生からありました。これになったからといって何か変化があったのかといって変化があったわけではないというのがあった。しかしながら今どういうふうになってきたかといえば重症化は減ってきたという明らかな状況があります。わずかずつですけれども増えているという状況はございますけれども本当に緩やかだなというのがあったのでこれについては少し安心しているという状況があります。しかしながらやはり爆発する可能性というのはないわけではないというのをいつも考えなければいけないというのがあります。そういう中にあって、それではどうするかというのがあって、我々医療関係者としては、病床の確保であるとか、検査体制の充実であるとか、そういうものについてはしっかりやっていかなければならないということで、それは進めてまいりました。これはもうご案内のところかと思いますけれども、検査体制について、診療検査医療機関ですけど、診療検査医療機関につきましては、かなり増えました。1795の医療機関が現在登録をしています。それから病床の確保についてですけど、病床の確保については、かなりの医療機関が、これは前回の時にお話をさせていただいたと思うんですが、かなりの医療機関が受け入れてもいいという感覚は持っております。正確に手上げをしていないというところがありまして、手上げをしているところが、確実な数ではなくて、さらにそれに上積みをすることができる。感染拡大が起こったときというのには、必ず応援するよというような意見はもらっております。我々、医師会としてですけれども、
今日は73回の専門家会議でございますけれども、埼玉県市会の対策会議というのを開いております。111回を開催をいたしました。今週112回目を開催するんですが、その都度、こういう時にはどうするというのをやっておりますので、そういう中で意見を聞くと、感染拡大をした時には、今、手上げはしてないけれども、応援するというところもかなりあるのかなというふうに感じているところでございます。本当に一つ、御礼を申し上げたい部分があって、感染症、岡部先生の筆頭なんですが、感染症の専門家の先生がこの専門家会議に参加をしていただきました。私、全然専門家ではないんですよ。で、皆さんにもお話をしたことあるかと思いますけれども、知事は専門家なんです。間違いなく勉強をよくされるので、専門家で、唯一専門家じゃないことだけなんですが、ただ、医療機関にいろいろ伝えなければいけないというのがあるので、参加をさせてもらっております。本当に専門家の方々にお世話になるということで、埼玉県も医療体制、コロナ対策についても他県からもかなり評価を受けているというふうに自負しているところでございます。以上です。ありがとうございました。患者の共同通信の東美と申します。私から1点お話したいんですけれども、ウイルスがなくなるわけではないと、まだちょっとこう油断をしてはいけないような状況ではあるとは思うんですけれども、感染症の想定があったりとか、5類以降で、一区切りついた側面もあるのかなというふうにお見受けしたんですけれども、2020年の感染拡大以降、振り返りつつ、今の率直な気持ちをお伺いできればと思います。じゃあ私、最後に、ありがとうございます。一言で、先ほども安心ということを申し上げましたけど、一言で言えば、ほっとしているところがあります。しかし一方で、ハラハラドキドキというところを持っているので、非常にこう矛盾した気持ちがあります。できるだけただ、物事って小休止というか、途中の休息が必要なので、そういう意味でリラックスできるときはリラックスした方がいいでしょうというようなことを、皆さんに申し上げています。ただ、先ほどの繰り返しですけれども、それは誰切っちゃうっていうことではないので、やはり緊張感、気持ちっていうのは持ってる必要があるだろうというのが、自分で言い続けているところですね。感想みたいなのです。すみません。すべての病気、関節症、がんもすべてそうですけれども、重症者を抑える、それから死者を抑えるというのが最大の目的かと思っております。そういう意味で今、重症化が減っている。という状況があり、それ死者もやっている状況もあり、そういう意味も含めて5月の8日っていうのは、節目というかもしれないんですが、節目といったら何か変化するわけではありませんけれども、重症化率、それから死者数が減ったということから考えて、良くない、いい状況に来ているのかなというふうには感じます。今日は実は先生方に、先ほど皆さんも見ていただいた通り感謝状の贈呈をさせていただきました。もちろんこれコロナが終わったわけではないんですが、5月8日を機に感謝状を贈呈したいということを実はお世話になった業界の皆様にも今させていただいていますけれども、本当に私自身知事として振り返ると、医療関係者の皆さん、エッセンシャルワーカーの皆さん、事業者の皆さん、県民お一人お一人、本当にお世話になったなと思っています。その中でも、この感染症の専門家会議につきましては、大変なお力をいただいたというのが正直なところです。で、振り返ってどうのこうのってよくわかんないんですけど、ちょっとだけ思ったのは、実は岡部先生に、お話をいただいて、ご一緒にというと私大変僭越なんですが、あれ雑誌っていう学会誌なんですか、ね、学会誌に寄稿させていただいて、もう出てるんですけども、出発してるんですが、そこで一回ちょっと、一旦と立ち止まって振り返ったことがあります。その時にやっぱりつくづく感じたのは、ウイルスの怖さというかですね、県内のクラスターが出てるところを見ても、ここは出るだろうなっていうところで出たりというのは正直ありました。他方で、
ここまでやっても出るのかというところもあって、そういうところにまた榊先生なんかに入っていただいて、それでまたフィードバックしていただいて、あ、そういうことかっていう本当に気づきが多いのがこの感染症専門家会議だったので、私自身本当に不勉強ではありますけれども、ここでとても気づかせていただいたなっていうのを、そのまさに本じゃなくて原稿書いてる時にものすごく強くその時思いました。この思いが今も一緒でありまして、毎回気づきをいただいていますし、今日は初めて三味先生のマスク取った姿を気づかせていただきありがとうございました。ありがとうございます。それでは副社さんいかがでしょうか。事実に注意ですが、3点ほど加えてまず、これ地域なのか、教育長なのか分からないですけど、学校など体育祭とか、文化祭、やめろとは言わないって話だったんですけど、これは最近のクラスターが多くなったことによって、やめろとは言わないけど、感染症に気をつけながらやれるやんとか、どういうプラスアルファの、そこら辺の変化みたいなのは何かありますでしょうか。これは先生方からおっしゃって、実はお一人じゃないので、私の方から報告をさせていただきたいと思いますけれども、学校のクラスターについては、確かにそのしっかり対策をするべきであって、例えば今、埼玉県内、埼玉県では複数の、例えば学年になったときに、学校閉鎖等をしていますけれども、これはやはりしっかりとこの対策というものはやるべきだろうと、こういったご意見はいただいています。またそれ以外にもですね、先生方からお話をいただいたのは、例えばそうですね、重症化率を考慮すると学校閉鎖の判断はインフルエンザと同様に続けた方がいいと。要するにコロナだからというのも、ただ重症化率を考慮しても子どもたちが学ぶ権利を奪って例えば文化祭をやめるとか、念のためまあ、それはないでしょうけど、学校を閉鎖するとか、そういった話ではないと。ただイベントがどうしても目前にあると言い出しにくかったり、発症前から症状がないなどの問題はありますけれども、ただまずは先ほど申し上げたようなクラスターの時の対策、それから通常の換気等の対策、ここについてはしっかりと行っていくということだと思います。インフルも含めて学校教室だけで発生するわけではないので、さまざまなケースもあるので対応するべき、また職場でも職場でも有給を今取ることになって休みにくくなっている場合もあるので、必要な場合には休める、こういったところもきちんと行うので、こういったところは複数の先生からいただいたご意見であります。基本的にあれです、感染症対策、皆さんやウイルスがなくなるわけじゃなくてやりましょうの範囲内でやるのか、それとも改めてこれだけの漏らされることによってメッセージを学校向けに出すというわけではないという感じですか。それはこっちか、それはじゃあ教育局から。教育局でございます。このことにつきましては、やはりこういった事例があったということを踏まえまして、各学校の、ただ前回もある県立学校でございましたけれども、そういったときに発出した通知、こういったものを再周知するなどして、できる限り感染を抑えながら、学校行事を安全に行うよう、通知と周知を徹底していく、こういったことをやっていこうと考えております。デフェナス、これは岡部先生に伺うと言っていますが、先ほど緩やかな増加を見られるということですが、これは定点観測になって、きちんと把握した上で、緩やかだとされているのか、ちょっと不安があって、きちんと取れない部分があるのか、これについての不安みたいなのがありますでしょうか。当然ながら定点観測なので、実数としてはもっと上がっている可能性はあると思います。定点観測の意味っていうのは、正確にその1つ、2つ、あるいは10、20といったような上がりを見るのではなくて、傾向を見る、トレンドを見るということをやってますけれども、それが一番必要なところなので、そういう点では、従来の全数報告だったときの定点からの報告と比較をしてみてですね、傾向が取れるということが分かっているので、微増であることは間違いないと思います。先ほど金井先生からちょっと話がありましたけれども、その微増がもし低く見積もられてて、もっともっとたくさんの患者さんがいるんだと、
するとやはり入院患者さんとかですね、重症の患者さんがこう増えてくるというような状況は別の方でモニターしているわけですけれども、まあ、そこがないということは、軽く住んでいる方は必ずおられるし、全ての方が検査をしているわけでもないので、仕事しながらこれを見るというところが、まあ、微増であるというところだと思います。したがってその微増であることでもう大丈夫ですよ、微増だからということではなくて、やっぱりその微増に対して一般の方がドキドキする必要はないんですけど、私たちはやっぱ慎重に見ていく必要があると思います。一応傾向としては確認できている。はい、確認できている。それからこれは私たちは川崎市のモデル見てるんですけど、毎日私たちは市の方法として定点で3倍ぐらいの先生から教えていただきたいんですけど、その中でもずっとこう上がって、ただ週末になると下がり、月曜になると上がるというような傾向の中で全体がこう増えていると。たった一つのことで見るんじゃなくて、いくつかで見ていって、その定点の見方っていうのが微増しているという結論になると思います。先生、これ、金井先生なんか、知事なんかあるんですけど、先ほど、これ今後、仮に感染が拡大した場合、今までみたいに県が、重症者は別として、病院の入院調整とかする形にならずに、病院間でやることになったんですが、この病院間でやる入院調整みたいなのは、これは準備はもうほぼできている、そこら辺の手応えみたいなのなんかしたらできますか。まず病院間でやるというのはこの方式でもあるということで、これは間違いなくやっております。そしてそれにどれだけ協力してくれるかという状況ですけど、これは当然のものながら県内の医療機関に全てしているという状況があります。で、重症を除いてという部分については、少なくとも8割方は協力をしていると、そういう状況になっています。ただ、今度のコロナで、実はいつもそうかと思いますが、今度のコロナで特に気になるのは、発生して、その病床確保をしなければならないというのを追いつくために時間がかかるというのは非常に問題であったと思います。その時間をどういうふうに短縮できるか、これは当然のことながら、県保健医療部と相談の上ですけど、医師会の中でも一生懸命連行して、それを短縮するということに応じている、そういう状況です。ありがとうございました。ちょっとだけ補足すると、我々としてもフォローアップというんですけど、5月8日から体制が変わりましたので、先ほどおっしゃったその病連携、病診連携、診療所というか、こういったところに今、入院が必要な人については、入院をしていただいているということになっています。で、この状況について、我々としてもフォローアップをさせていただいていますけれども、現時点では基本的にうまく円滑にいっていてですね、県の方にアドバイスを求めに来た、相談はありましたけども、基本的に県のアドバイスがなければ入院ができなかったというケースは今のところゼロ、はい、ということであります。要するに、病診病用でできているということです。なんて思わないか、去年の夏みたいになった場合って対応できるのかっていうのはどうですか。どういう意味ですか。感染者数が相当増えたときに病連携でちゃんとできる準備は整っているのかという、そのために我々は今念のため病床を確保させていただいていて、6月末までは軽症中症、それから9月末ぐらいをめどにして、我々としては重症病床を確保しているというそういったセーフティーネットのつもりでありますが、今のところ病病連携、病診連携で円滑にできているので、そういったセーフティーネットが機能するというところではございません。で、去年の夏がどうかちょっと、どの程度になるかが今後分かりませんけれども、我々としてはそういったセーフティーネットを講じながら、まずは、病院連携、病診連携、病病連携の様子を見守る必要があると考えています。ありがとうございました。ちょっと最初に確認したいんですが、専門家会が閉じるわけではなく、もう必要があればまた知事がこう声かけてきてもらって、大川口先生も今後もそういった関係に関わっていただけるというのがよろしいでしょうか。そのつもりでございます。そのつもりというか、いや、何もなくてこれで全部終わってしまうのが一番いいんですけれども、必要に応じてお越しいただくということになりますので、今日また改めてよろしくお願いします。それでですね、コロナ
迫度の方を見てたと思うんですが、まあ、コロナが、まあ、通常の疾患と同じような形になるということで、じゃあ今度は今まで、ね、我慢してた病気の治療が始まったりというところで、また病床がそこの方で今までコロナじゃないところで今後もこれからは使われていくようになる、そうした場合、全体の病床の使用率で逼迫度っていうのを見ていかなきゃいけないんだと、いけないんではないかと思うんですが、それについてはどうなんですか、そういう見え化はできるんでしょうか。非常に難しいご質問で、実際のその今までの流行のゴールの中とかですね、そういう時でもその逼迫っていう言葉をどういう数字で表すかって実はないと思うんですね。何パーセントっていうのはないわけですけれども、ただ例えばインフルエンザが流行しても入院ができないとかですね、それから残念ながら現在小児科でいろんな病気が出始めてて、実は小児科新型コロナの時よりも忙しくなっているといったような状況があるので、その全体の逼迫っていうのはその、今までと違ってたった一つの病気だけで逼迫を図るのではなくて、全体の負荷がどのぐらいかっていうところで対策をやっていかなきゃいけないというと、今度これから その医療体制、もっと大きい意味での医療体制そのものについて考えていかなきゃいけないところだと思います。ただ現実としてそのコロナのもう一回残念なことにもう一回増えてきた場合にどうするかというのが、県の一つの、方針であり、それから今、感染症に対する基本指針というのが国から出て、それに対して今度は地域特別の都道府県とかですね、政令指定都市が計画を立てなくちゃいけないということになって、その計画に準備に取り掛かってきたと、取り掛かりつつあるところです。まあ、それにその手前で起きないようになんとか今までの状態を抑えるというのはやっぱり全く大丈夫ということじゃなくて、一定のやっぱり注意を皆さんにしていただきながら抑えていくというところが今のところだろうというふうに思います。そのみんなで注意して抑えていくがやっぱり今までは見える化でその病床使用率っていうもので皆さんこう、まあ、感染者数だったり病床使用率で皆さんこう判断して自分たちで気をつけてくれたりしてたと思うんですが、今そういう見えるものがなくなったんじゃないかなっていう、それが病床使用率っていうのがもうちょっとこれはちいさんあるいは金井先生からの説明の方がいいと思うんですけど、使用率っていうのは一定のものを用意しておいてそのところにどのぐらい入っているのか、それから現在、感染症で抑えてある病棟でいっぱいになっているのか、あるいは一般病棟も含めて、いっぱいになっているのかで、違ってくると思うんですね。でその数字の方は予防計画の方で、この辺の数字を出してくださいというのは多分出してる提示はしているんですけれども、例えば埼玉県の病棟の病床のもともと持っている割合、それから医療者の人数とかですね、それによって随分自治体によって違うんではないかと思います。でそこは行政とあるいは医療関係者との話をしていかなきゃいけないと、私今埼玉県にどのぐらいのその、準備のところが入っているというものかわからないので、そこのところをご説明いただければと思います。ありがとうございます。埼玉県といたしましてはこれまでとですね、定点あたりになったことは確かに変わったんですけれども、相談件数の状況とかそれから入院の絶対数割合ではなくてですね、絶対数コロナのですね、でこういったものあるいはその、外来の逼迫状況に関する調査を行ったり、さらには救急搬送困難事案、こういったものについてもう日報というかですね、連絡を受けていますので、これらを総合して先ほどの岡部先生が複数のところのからという話がございましたけれども、これらを総合して考えているところですが、逼迫については、これは入院患者数とイコールではなくて、先ほどおっしゃっていただいたように、今私には伺いませんけど、小児科なんかはコロナの時よりも今のが忙しいという話なのは、コロナ以外でありますので、その辺の病院の逼迫というのは必ずしもコロナとはイコールではないと考えていますので、全体で見る必要があるというふうに思っています。全体をどうやって見ようとしているんでしょうか。先ほど申し上げたように、逼迫等に病院の逼迫等についてアンケートを取っていますので、
そこで分かるんですが、ただ中身は必ずしも純粋にコロナかどうかっていうのはまた別な話になってきます。もうアンケートは回答にではないですかね、外来の方のアンケートじゃないかなと思うんですが、入院全体、まあね、病床も埼玉県のワーストの方ですけど、医療従事者の感染も10万人当たりのワーストの方になると思うんですけど、やっぱりそうした場合、一般病床も含めた全体での入院の、まあ、コロナの絶対数だけでなく、入院者数の割合とかいうもので、まあ、医療従事者の数も限られているわけですし、見るべきじゃないのかなと思うんですが。すでに5類になりましたので、インフルエンザも含めて、すべての病気の中での病床の状況というのは、これは通常と同じようにしか見ていません。ただ、コロナの入院患者については全体数を把握しているので、そのうちどの程度がコロナかということなので、つまり上積みされているんですね。というのは、そこだけは分かっているということになります。分かりました。ありがとうございます。東京新聞の関谷です。先ほど知事はこの会議について今後も必要があれば開催されるというふうにおっしゃっていたと思うんですが、今後のその開催のスパンをどれぐらいで考えていらっしゃるかとか、あるいはどういうタイミングの時にその必要だと判断されるかというちょっとその基準を教えてください。はい、具体的な基準は持ち合わせておりませんけれども、感染状況に応じて必要となるとき、それからおそらくこれからの都道府県の今後のその計画が出てまいりますので、そういったものについて先生方のご意見いただく、こういったその節目節目で必要な時にお願いをするということでございますので、現時点においてはスパンというかですね、どの程度の頻度でということを決めているわけではございません。そこはちょっと感染の状況に応じて、まあ、以前毎週のようにやったこともありましたけれども、そこは今のところ決めていません。ありがとうございます。埼玉市長の理由です。神奈川町にお伺いしたいんですが、前回の、専門家会議後に、軽症の患者さんが、容体が急変された時の、まあ、対応というか、そういうところに、まあ、今課題があるということをおっしゃられたかと思うんですが、今はその重症化率や死亡率のこう、まあ、減少だったり、その医療機関同士の連携だったりということで、そういった課題は改善されているということなのか、それともまた他にこう対応策を打たれたのかというところはいかがでしょうか。まず重症化した場合、重症者が出た場合という、これは重症コーディネーターの方で、ここには相談はしません。それ以外の問題については病院間で対応するということになります。そしてですね、今一つこれはいや、うちの会の先生方が協力してくれるありがたいなということなんですけど、院内で発生した場合、重症化しない場合は院内で対応をして、他に転移させることなく院内で対応をするという、それだけの対応ができるような体制を院内で作ってくれるというのがあります。これは非常にいいことだなと思うし、搬送するとかいろいろな大変なことがありますけど、それも回避できるので、これはいいかなというふうに。ありがとうございます。どうぞ。テレビ台の方です。先ほどの専門家会議の、今後のスパンについて、まあ、感染状況に応じてというような話がありました。改めて確認なんですが、まあ、専門家会議本当に毎週のようにやっていた時期もありましたけれども、そういった状況から比べますと、先ほど先生のお話も聞いてますと、この専門家会議としても、まあ、一区切りというところなのかなというふうにも感じたんですけども、その点はどうでしょうか。希望としては一区切りなんです。ただ先ほど申し上げた通り、感染状況やあるいはこの感染状況だけではなくて、まあ、先ほど申し上げた計画を作るとき、もう一つ忘れてましたけども、例えば新しいバリアント、その変異株になったときなどで致死率が上がってきて、例えば予防的に、ご意見聞くとか、そういったこともあり得るとは思います。いずれにしても希望としては一区切りしたいですけど、ただ今後全く想定できない、状況にあると、我々の知識がやっぱりすごく少ない、感染症でありますので、まだまだ先生方にはお世話にならなければならないと思います。